いや本当に須脇選手マジで強かったです。本当に今までの選手のレベルが違うというか。那須川天心をして今まで戦った中で一番強いと言わしめた男。しかしまだ日本で本領は見せていない。このムエタイのルールでこそいける真の力をお見せしよう。ムエタイアサシンスワーキング PK 戦車一部。ノックアウトで那須川天心を追い詰め、さらにライズで世界の強豪相手に2連勝を飾り、日本でその強さは知れ渡っている。しかしこの男の力はまだまだこんなものではない。修羅の中で頂点を極めたムエタイで全てのポテンシャルを発揮しよう。そんな全力のムエタイに応えられる日本人はこの男しかいない。セクシームエタイショート戦車一部。日本ムエタイの老舗センチャイムエタイジムに所属し、これまで数々の強豪ムエタイ選手と対戦してきた。一度センチャイ選手と戦った時は、戦いながらもキャッチボールしてるような、今回もスワキング選手なんで楽しみですね。ムエタイの技術と美しさを披露しよう。スワキム PK センチャイジム VS ショートセンチャイジム。